今年も250名を超える方にご参加いただきまして誠にありがとうございます。今年は初めてお子様のマラソン大会をやるということで、みんなで応援をしたいと思います。ぐるっとこの外苑の周回を回って入ってきて、このコーンを回って一周になります。さまざまなグループ会社ありますけど、その方々がこう一堂に会して、たすきをつないでいくっていう姿を見たときに、なんかいいグループだなっていう、なんか率直に思いましたね。皆さんからいろんな刺激を受けて、自分たちも2、3月頑張るぞという気持ちになりました。はい、皆さんの今日ね、走りと、これからの健闘に、大きいですね、乾杯しましょう。はい、乾杯。来年も頑張ろうね。ありがとうございます。正直な感想としては、昨年はチーム順位として6番だったので、それ以上目指そうということで、目標を立てて1年間やってきまして、こういった形で各個人の努力が結果として実ったということで、非常に嬉しく思っております。チーム取るぞ。日頃仕事の縦つながり、横のつながりだけでなくて、こういったランニングスポーツを通じたつながりというのはとても感動を共にできる、そういった部分でも非常にありがたいし、こういった機会を与えていただいた今回の駅伝大会というのは非常に私たちにとってはいい場所だったなというふうに思ってます。